この選手は非常に評判がいいんですよね。で見てみあのゲームで見たホームラン、インサイドから高めのボールを左肘をバーッと飛んでホームランしてるわけですよね。外人に、まあ、ピッチャーが日本のピッチャーが攻めるところをしたら、あ、もうホームに映ってますけども、いやでもグレンはね、3試合連続ホームラン、バッティングが非常にうまいですからね、結構期待できますね、はい。ちょっと大砲ですね、この大砲がこの時期は非常に良かったんですけども、オープン戦に入ってから調子が良かったですよね、このホームランでまだ吹っ切れるんではないかなと思いますけども、彼が働かなければ巨人のもう第一番目のライバルは私は中日と呼んでますから、大砲の存在というものがですね、コンスタントに昨年のような活躍をするためにね、大砲を常に注目していきたいと、はあ、一番注目してます僕はバッターとしては、はい、それが、まあ、選手との、ね、言葉 あのなんていうんですかね、そういうものを乗り越えた体で言葉を表現しているっていうんですかね、やっぱり一番選手が分かりやすい言葉で言われるよりも目で教えることができるということで、非常にコミュニケーションがうまく取れてるなって感じしますよね今ね、いい結果出る。